やーハロー、どうもこんばんは。アニメリアク職人ことマジ大道芸人ハマーです。さて現在ですね、4月14日木曜の午後8時21分ですね。さて今日は母仕事です。まあ今ね、過去のアニメリアクションはねもう撮影してないんで、今さっきから見始めたアニメ、今2話まで見ましたけども、アホおもろいですね。これはまた説明したいと思います。何を見たかね。はい、今回ですね、またまた響けユーフォニアムにまつわるお話をしようかなと思うんですけれども、これはですね、どっかの雑誌で見たとか、ネットで見たってわけではなく、僕が直接 UFO 仲間から聞いた、お話なので、もしかしたらね違うぞっていう方がいるかもしれませんので、その時はご指摘ください。さあということでね、今回紹介したいのは、1期8話お祭りトライアングルの、シーンですね。はい、ではこちらのシーンなんですけれども、ではどうぞ。はい、まあもう名シーンですよね。まあ神のりゅうね、久美子とレイナがね、まあ大吉山で、愛を見つけた場所を吹きながら、まあそのおのおののあがた祭りのシーンが映るわけですが、ここでですね、まあ塚本秀一に振られた後の葉月がこうとぼとぼこうね髪飾りを見ながら歩いてると、後ろから川島サファイアと妹の琥珀に呼び止められて、その後答えてるシーンなんですけども、これってBGM がかぶさってて、葉月が果たしてこうやってこうやってこうやって何を喋ってんのか、これ僕がずっと気になってたんですよね。でこれをですね、まあとある UFO 仲間に聞いたところ、実はラジオで1回だけその答えをね、浅井彩香さんが言ってたらしいです。はい、ってことで、その答えをちょっとまた自分で一発撮りで適当にめちゃめちゃ一発でアフレコした動画作ったんで、これです、どうぞ。何だったっけな、焼きそばとラーメンとスパゲティと、それから何食ったっけな、で、どうなりました？振られてしもった。葉月はん、葉月はん、大丈夫やって、大丈夫やって。はい、ということで、あれはサファイアに、葉月ちゃん何食べましたかって聞かれて、何々と、あと、みたいなところで、どうでしたと。周一とのこと、そしてどうなりましたかみたいなこと聞かれた瞬間に、やっぱその振られたことを再認識して葉月が泣き出して、でサファイアが慰めるという会話がなされてたそうです。はあ、なるほどと思って、僕はそれを聞いたのが一昨年の10月ぐらいかな、聞いた。もうその後にね、一期八話のあのシーン見るとね、ちょっとねグッとくるもんがあるんですよね。あ、葉月はこらえてたんやなと、多分そのサファイアにも心配かけまいと思って、あえてね自分からは言わんかったんでしょう。いやサファイア振られたわぐらいに多分ね言うとしても、多分さらっと、いや振られてしまったわって笑いながら多分言おうとしてたと思うんですよね、僕は。うん、それがまあサファイアに神妙な面持ちでどうでしたって聞かれたことで、ついさっきのことやからね思い出してしまった。でここの描写の素晴らしいのがね、こう泣く瞬間に背景がぼやけるんですよね、一瞬。そこが素晴らしいですよね。うん、はい、という感じの、今回は響けユーフォニアム、響けユーフォニアムにまつわるお話でした。まあちょっとこういったね、僕が持ってるまあユーフォニアム、まあ響けユーフォニアムの中のね、雑学ちょいちょい紹介していきたいと思いますんでね、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、ということで、はい、ど地元の、響けユーフォニアム大好き大道芸人によるね、響けユーフォニアム雑学でした。ほら台本も何もなく、いつも適当に喋ってるんでグダグダですよね。はい、ということで、僕はね本業パフォーマー大道芸人ですけども、まあこのコロナによってねアニメにドハマりした、おっさんですね。今後も、まあ、アニメ活動も、まあ、続けていきますけども、もちろん本業の方をね皆さんに応援していただければなと思いますので、ぜひ僕のことをね、説明文に詳しくまとめてるんでね、ぜひとも読んでください、お願いいたします。はい、最後までご視聴どうもありがとうございました。それではチャンネル登録、高評価お願いします。